皆さんこんにちは。今日は暖かくなってくるこれからにぴったりのソース、ソースビエルジュというものを紹介していきます。このソースビエルジュ、オリーブオイルをベースとしたソースでアレンジもでき、肉にも魚にも合わせられる万能のソースです。そしてすごく簡単に作ることができます。ぜひおうちフレンチ楽しんでみてください。今日はマグロのステーキと合わせていくんですけど、オリーブオイルとニンニク、タイム、ローズマリーでマリネしておきます。あんまりフランス料理でマグロというイメージはないと思うんですけど、南仏にあるセートという町ではマグロ漁が盛んで非常によく食べられています。ソースビエルジュに使っていく材料はエシャロット、トマト、レモン、ニンニク、バジルなどを使った食べるドレッシングソースみたいなものをイメージしてもらったらいいと思います。マルセイユにあるプチニースという三つ星レストランではトリュフを使ったソースビエルジュをスズキのポワレに合わせていました。これがめっちゃめちゃ美味しかったのを覚えてます。非常にシンプルなソースでテクニックなどは必要ありませんが、上質なオリーブオイルやビネガーを使うのがポイントです。トマトは口当たりが良くなるように湯むきをしておきます。包丁の先端を持ってトマトを回してヘタを抜いて軽く十字の切り込みを入れてあげます。お湯に通す時間はそうですね、10秒以下を目安としてすぐ冷水に落とします。横半分に切ってティースプーンなどを使って種を抜いてあげます。ちょっともったいないんですけど、種が残っていると水っぽくなって味わいがぼやけてしまうので取り除きます。5ミリ角に切ったらエシャロットと同じ小鍋に移しておきます。香り付けにコリアンダルシードを鍋の底で粗く砕いて加えてあげます。コリアンダルシードってパクチーの実なんですけど、意外と爽やかな香りをつけるためにフランス料理では対応するんですよね。あ、もちろん苦手な方は特に加えなくても大丈夫ですよ。ニンニクも香りが出やすいように軽く潰して加えてあげます。上質なオリーブオイルをたっぷり加えて塩、コショウで下味をつけます。普通のソースビエルジュですとここにビネガーを加えて味付けを決めるんですが、ここからが私のちょっとしたポイントで、これを火にかけてコンフィにしていきます。コンフィにすることでよりエシャロットとトマトの味わいを引き出します。ふつふつと沸いてきたら5分から10分ぐらい加熱するだけで十分です。あまり長時間加熱してしまうとトマトが煮崩れてしまうので、そこだけは注意してください。コンフィにして旨味を引き出したらバルサミコ、塩、胡椒、レモンの皮、レモン果汁で味わいを決めます。今日はすぐ食べてしまうんですけど、この状態で一度休ませてあげた方がより味わいが馴染んで美味しいです。仕上げにバジルを加えてソースの完成です。このバジルは大葉なんかで代用してあげてもすごく美味しいと思いますよ。ではマリネしておいたマグロをソテーして仕上げていきましょう。ハーブを取り除いて塩、胡椒で下味をつけたら、カリッとした焼き色をつけられるように小麦粉をまぶして余分な分をはたいて落とします。よく熱したフライパンにオリーブオイルをひいてマグロを香ばしくソテーします。このマグロは生でも食べられるので
中心はレアに仕上げて、表面を強火でさっと焼くだけで十分です。この表面を焼いて中をレアに仕上げる調理法を、フランスではなんと日本語の叩きで通じるんですよ。ビストロのメニューなんかでは叩きドブッフとか言って、まあ牛肉の叩きのことなんですけど、すごくレストラン業界では馴染んでる日本語の一つです。付け合わせにはさっぱりとサラダをつけていこうと思います。これから初夏に向かってちょっと贅沢をしたいお昼ご飯なんかにいいんじゃないでしょうか。マグロにはアクセントにフルードセロを振るっておきましょう。こうして2種類の粒子の違う塩を使うことで、塩味にも食感と変化が生まれ、プロっぽい味になりますね。ソースビエルジュをたっぷりとかけたら完成です。今日はマグロに合わせましたが、このソースビエルジュ、チキンソテーやポークソテーにつけてもすごく美味しいです。オイルに使っていますので、1週間ほど保存も効くので、作っておくと料理の幅が広がっていいと思います。あ、それと色が変わってしまうので、バジルなどのハーブは食べる直前に加えてあげてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画で。アビアント。